あるいはこんにちはもしくはこんばんはウルリココメンドウルリコの宮崎と申します放送作家でコラムニストの山田美穂子さんの連載「朝ドラ立身出世物語」と連動しておりますこのトーク企画ですけれども第4回の今回取り上げるのはですね伊藤沙莉さんです。 伊藤沙莉さんはもう今も。虎に翼。そうですよね。もうご活躍で。あ、ですよね。本当にずっと。出演が続いているような方ですね。いや、うまいですよね。うまいし。すごく小柄だし。ハスキーボイスだしって。いわゆる、その。九十年代とかって。いわゆる赤文字系雑誌と言われた J J。ジェジェキャンキャンビビの表紙を飾った。 えー、モデルさんが女優さんになってトレンディドラマの主演を張るっていうパターンがとても多かった時代が間違いなくあったんですけれども松島菜々子さんとかもそ,のそうですね山口智子さんとかもそうだし米倉涼子さんとかもそうですしまあ藤原紀香さんとかもそうですよねもう本当にあの長身の長谷川京子さんとかもそうかそうですよね。あの ある程度身長も高くてピンナップガールさんでというか雑誌のモデルさん人気モデルさんで女性人気も高くてっていう方が主演を張ってた時代が本当に長かったと思うんですけれども今ってちょっとまた違ってきていて、まあ、松岡茉優さんなどもそうですけれども子役時代から頑張っていってそんなにこういわゆるモデル さん体系ではないような個性派の女優さんとかがすごく若手で出てきたなという印象がありますその中の本当に大注目株に伊藤沙入さんもいらっしゃると思うんですけれども伊藤沙入さんも子役で、えー、と読売テレビ日本テレビ系の14ヶ月ですね 14ヶ月妻が子供に帰っていくという読売テレビ制作日本テレビ系のここに出た時にもうこれまさにドラマデビューのような作品だと思うんですけれどもここで結構演出家の方などがあの子は誰だっていうことを実は言っていたのを私すごく覚えていて。今でもその,その 二年後の女王の教室よりも、14ヶ月妻が子供に帰っていくの方を伊藤沙莉さんの代表作として挙げる演出の、演出家の方って実はとても多いんですね。で、私がすごくその伊藤沙莉さんのエピソードで好きなエピソードっていうのが、2005年の7月期の天海由紀さん主演の女王の教室で、まあ、志田未来さんであるとか、 あと福田真由子さんであるとか、まあ、当時の天才子役と言われる方たちが出ていたんですけれどもその教室の中でちょっとこういじめっ子役みたいな感じで伊藤さんんは出ていたんですねである時、えー、スタジオの、まあ、前室っていってそのスタジオの扉の外にあるところに「沙のって。 っって言って言天海さんから伊藤さん呼ばれたそうなんですねで当時天海さんってその怖い先生役だったからあえてその生徒役の人と会話をしないように気をつけてたそうなんですけれどもにもかかわらず「そのイリちょっと」って呼ばれたので伊藤イリさんはもうてっきり天海さんにお説教されるもんだと思ってすごい緊張してついていったところ天海さんが伊藤イリさんに言ってくれた言葉というのが あなたはカメラが回っていないつまり伊藤沙莉さんを映していない時にもちゃんとしっかり演技をしているってそういうのはそういう姿は絶対に見てくれている方がいるからあなたはこのままその頑張っていったらきっといいことがありますよっていうようなことをその言ってくれたと。で本当にそれを 胸にも大切にしてずっとその頑張ってこられたという話を最近になってこの3年ぐらいですかね本当にもうあらゆるトーク番組で彼女はそのエピソードを話していてでつい先日はその天海さんから VTR でメッセージが来たりしてで天海さんもその子役の中でやっぱりその伊藤さんを見つけてそのもうだからその言葉をなんか伝えて。 なければいけないような。こう気持ちが天海さんもなったほど。伊藤沙莉さんがそのしっかりやっていたということなんですよね。だから本当にその後ドラマだけじゃなくて、映画でも。もう本当に今伊藤沙莉さんご指名ですよね。で、ちょっとこう変わった。起用のされ方は？松たか子さんの大ままとはこと参議院の元夫の時に。 ナレータータが伊藤理さんだったんですよねであれまた坂本雄二さんの脚本で、まあ、坂本さんなので会話劇なんですけれどもちょっとツッコミナレーションっていうかあのちょっと。 大豆だ松さんのことをこう伊藤沙莉さんのあの声でこう描写するようなあのちょっとツッコミナレーションのようなバラエティで言うとツッコミナレーションということあの言葉があるんですけど専門用語でちょっとそういうようなナレーターを伊藤沙莉さんがあの声でやっていてで他にも大豆田十和子は,はあの他の役者さんたちも達者な方たちがたくさん出ていて面白いドラマだったんですけど「あの」 時期に伊藤沙莉さんをナレーターで起用するのかと思ってあ関西テレビすごいな坂本ゆうさんすごいなっていうのを覚えてますね。でご存知のようにあのお兄さんがオズワルドお笑いコンビのオズワルドの伊藤俊介さんですかね。で伊藤さんがもう いやうちの妹もうなんかあの朝ドラ女優だからさって今もうすでにおっしゃってますけれども「えー、虎木翼」のヒロインに伊藤沙莉さんですから今「らんまん」ンンの次が「ブギウギ」修里さんですよね修里さん主演の「ブギウギで」でその次ですかね伊藤沙莉さん主演の「虎木翼」ってモデルの方がやはりいらっしゃるキャリアウーマンの話ですよね。 この間ちょっと演出の方のインタビューを読んだらそのもうやはり伊藤沙莉さんしかいないってもう思ったと、えー、その去年かなその伊藤沙莉さんに出てもらった NHK のドラマでもう本当に演技が上手いって思って惚れ込んで「虎光翼のヒロインも伊藤沙莉さんしかいない」というねもうすごい力強い言葉をあの演出の方がおっしゃっていてなので。 その,ね、その言葉をその天海さんにも教えてあげたいというか天海さんがすごいって思ったあの時の子役の方がちゃんと天海さんの言葉を胸に朝ドラのヒロインになりましたよっていうのはもう本当に素晴らしい話ででなのでこう朝ドライコールそのオーディションっていう印象が、まあ、とても強いんですけれども例えば土屋太鳳さんのようにねあのマ,レマレの主演ですけれどもこう。 過去にもそのヒロインの妹役とかそのお友達役とかもそういうのを経て経てもう最後花子とアンに出ていた時も吉高由里子さんに背中を押されて「オーディション頑張ってきてね」って言われてもうオーディションの席で「私を選んでください」ってこうオーディションの席で土屋太鳳さんが懇願したっていう有名な話もあるんですけれどもただ実は昨今のドラマはオファーキャスティングって っていうのも実はとっても増えていて、ブギユギの首里さんはオーディションだったようなんですけれども。虎に翼の伊藤沙莉さんはオファーというふうにまあ聞いていますね。オファーもすごく増えている。というふうに聞いています。でしょうね、その、えー、オーディションからそのキャスティングにが増えたという。 背景にはやっぱりどんな事情があるんだとお考えですかね、まあ。想像ですけれども、やはりちょっとこう新人に近い女優さんに背負わせるにはあまりにもその朝ドラという存在が大きくなりすぎてしまったのではないかというふうに思うんですね。どうしてもこう視聴率が思わしくないと、まあそれは。 NHK に限らずですけれども、どうしても主演の人の正義される、うん。で、そういう中で、やはりその新人に近い女優さんが、その、まあ、重責を担えるのか、添えるのかっていうところですよね。そういったところとか、あとやはり、その、演出側にとってみたら、すでにキャリアがある方を起用した方が、 うんまあ、言葉は悪いですけど手っ取り早いというかもちろんその新人の方を育てがいというのもあるんでしょうけれども,もうすでにいろいろな役をこなしてきた方と組んだ方がより、まあ、深みのある作品になるのかなというふうにも思いますよね。が満腹の安藤さくらさんなんかもオファーだったというふうに聞きますし。 やはりその伊藤沙莉さんもそうですしもう過去にいろいろなドラマとか映画であこの人の演技はすごいっていう女優さんが選ばれている印象が強いですね。 ですから橋本環奈さんが伊藤沙莉さんの,の次の朝ドラのヒロインであの昨年「紅白歌合戦」の司会をされた時から朝ドラのヒロインが決まっているのではないかという噂さえ流れていましたけれどもまあ予想通り橋本環奈さんがですから24年の後期になるんですかねのヒロインに決定しましたよね。ももちろんん本本当に橋本環奈さんも 若き演技派ですからでしかもギャルの役ということで非常に楽しみですよね本当に橋本さんはもう今引っ張りだこですよねその紅白のお話ありましたけどあの時もその動じない司会っぷりにみんなちょっと驚かされましたよね私も思わずあの旧ツイッターですぐつぶやきましたけれども <laughs> この すいませんちょっと汚い言葉ですけどこのクソ度胸は何なんだっていうふうに思わずつぶやいて <laughs> しまいましたけれどももともと橋本環奈さんって自分は緊張しないっていうふうにおっしゃっていて舞台の「千と千尋の神隠し」の時もあのダブルキャストの上白石萌音さんはこう準備であのウォーミングアップでストレッチなどをこう しっっかりやったりやたあとお稽古なども本当にしっかりやってこうお稽古からすぐに帰らないぐらいちょっと稽古場に残るぐらいの方らしいんですけれども橋本環奈さんは正反対で <laughs> そのアップもやらなければこう稽古終わると「はあお疲れ様でした」って帰っちゃうような方らしいんですねでもあまりにもそのタイプが違うことで上白石萌音さんがこうちょっとぼやくようなことも当時はあったんですけれどもでもその時も 橋本奈さんが「自分は緊張しないんです」ってもうインタビューの時に言ってたのがすごく忘れられなくてで本当にその通り「紅白歌合戦」にも臨まれてで驚くのがその司会だけではなくて途中で例えば郷ひろみさんと一緒に「りんご殺人事件」で「キ,キリンさ」んの,ねあのポジションを歌って踊るわけなんですけどもそれも完璧でしたしあと「 キツネダンなんかそういった時もやっぱりもうカンコピなんですよね。というふうに、ね、福岡でアイドル時代に言われていてもともとアイドルさんなどでダンスなどもねそのすぐに覚えられるその資質はあったんでしょうけれどもそれにしてもあの緊張しない感じしかも一度も噛まなかった。 「あのクソ度胸は」ってまた2回言っちゃいますけれどもあの度胸は素晴らしいと思っていやだから「千と千尋」も今度はロンドンのウェストエンドでも上,映され上演されてそこでも橋本さんまた出演されるということなんで本当に楽しみな女優さんですよね。うん あの広瀬すずさんにも言えることなんですけれどもこうルックスが可愛らしいのでこうなん,かなんとなくつたない感じなのかなと思いきや思 <laughs> いきやですよ本当に演技派なんですよね素晴らしい演技をされるのでまあ末恐ろしいですね橋本環奈さんも。そうですねじゃあ沙莉さ,さんの後ですね、はい、楽しみにしたいですね。 はいえー、放送作家でコラムニストの山田美穂子さんの連載「朝ドラ立身出世物語」と連動したトーク企画ですね、えー、お聴きいただきました、えー、6週連続の企画となっておりますので、えー、来週もまた是非お聞きになってください今日もうる,うるっとした一日をお過ごしください